アルフレッド・ブーシェは、フランスの彫刻家である。オーブ県のブイシュル・オルバンの農家で生まれた。父親がのジャン・シュル・セーヌに住む、彫刻家のラムスの庭師になったことで、ブーシェの才能が見出され、ラムスから指導を受けた。地元の人々の支援を受けて、1869年に、パリのエコールでボザールに入学し、ポール・デュボアや、オーギュスタン・アレクサンドル・デュモンに彫刻を学んだ。 1874年にサロンドパリにデビューし、1877年から1878年の間、イタリアに旅した。1881年のサロンに出展した作品、ラピエテ・フィリアルは高い評価を得た。女性の彫刻家、ロール・クータンやカミユー・クローデルの才能を見出し弟子にしたことでも知られる。クローデルは1883年にブシェが再び、 イタリアに旅することになったとき、その指導をオーギュストロダンに頼み、これがクローデル・トロダンの恋愛関係の始まりになった。1900年のパリ万国博覧会の展覧会に出展し大賞を受賞した。1902年に若い芸術家を助けるために、パリ・モンパルナスに芸術家のための集合アトリエ圏住宅のラリュー集を設立した。 レジオンドヌール勲章は1887年に、シュバリエ1894年に、オフィシエ1906年に、コマンドゥール1925年に、グラントフィシエを受勲した。ありがとうございます。